今日は6月の5日かな ?6 日かな ?5 日か。はい。まあ一応今日は、まあ、午前中いっぱいはですね、ここを押し入れ整理して、まあちょっと今日ここを分解するんで、これを整理して、まずここもね、荷物をどかしの、まあここに荷物を全部集めてます。なのでもうちょいこの木材たちをちょっとどうにかまあ処分したいんだが、いつかなんですか、パワープレイでやっていきますか。でまあ本日のパワープレイで一番の肝はこの8畳のをまあそれなりにも敷居を作っちゃえるここまで行こうとは思うので、まあ、ここを、断熱ですね、防音と断熱を兼ねて、あの福島のね、ひこもりハウスからもらった断熱材をちょっと添えていきましょう。ここさえもう終わってしまえば、ここをあとはあそこの通路の仕切りだけになるんで、ちょっとここを今日で終わらしちゃいましょう。最低限なわけでやってみましょう。じゃあ一応ですね、なるべく廃材使っていきたいと思います。でまあ一応ここ釘が打ってあるところはまあ柱があると思われているので、あ、蜘蛛の巣もすごいね。まあそこからちょっとやっていきます。まあ一応ここにですね、あの断熱材を敷くので、まあ厚みは多少はいいのかなと思ってます。はい、どうも、いずろです。ですね、まあ、ペース上げて、ちょっと動画を上げていこうかなと思いきや、まあ、Windows 8.1 はもうフリーズしまくりですね。で、今回ここが一番ひどかった場所ですね。何がひどいかって言ったら、やっぱりネズミの死体とかが押し入れの中あったんですよ、春先。で、まあ、その体液というか、まあ、腐ってね、ビチャーってなってたんで、それが、まあ、床に染みついて、もうサンダーで削りまくったところですね。で、まあ、匂いが出てこないように防腐剤をバチャってこぼして、あとは、その、まあ、防腐剤を塗るというよりかは、こぼして乾かして、その上にシーラーを何層かに塗って、それで匂い封じた感じです。あと、腐る、床が腐ってしまうところもコーティングをした感じです。で、まあ、ここが8畳間で、今作ってるところは、まあ今もまだ決まってないんですけど、物置になる予定ですね。で、今画面左側に、襖と石膏ボードを横にしてますけど、ここの押し入れを使って、まあおこもりのベッドを作るという感じです。で、ちなみにもうここ完成してますね。まあ大体2ヶ月遅れでこれ動画上げてます。まあこっちの方もまあほぼ仕上がってます。で、まぁ、ちょっとまだ部屋はそれなりにできたということなので、プレオープンの方はもうしています。で、まぁ、あとはですね、まぁ、DIY がまだちょろっと残ってて、まぁ、手伝ってくれる人がいれば、まぁ、簡単な DIY とかだったら、まぁ、教えれるよというような感じです。まぁ、別に、僕はそこまで、DIY YouTuber の中で、なんだろう、ちゃんとしたことができるわけじゃないですね。なので、まあ、取っかかりとして、まあ、ちょっとやってみたいなっていう人は、まあ、来てみてもいいのかなって思います。僕はそこまでの完成度持ってないので。で、まあ、ちなみに、この外ごもりプレイスはプレイオープンしてます。で、今月においては、10月の20日でちょっと一旦閉めます。僕が出稼ぎ行くんで。で、個室が、水、光熱、費込みの2万円で、この8畳間のドミトリーは1万5千円です。まあちょっと1ヶ月以上はもう1ヶ月とちょっとしか住めないんですけど、まあもし興味がある人は、Twitter から DM をください。あとですね、なんだっけな、言うこと忘れちゃった。あ、忘れたな。うん、ごめん。思い出したら喋ります。まあ DIY 動画に入りますね。で、ちなみにもうここ断熱材ですね。壁断熱と不可視壁をやってます。
でちなみにここは解体した襖の何でしょう、木材ですね、外枠の、それを使ってマグロールですね、アウンワークスで売ってる マグロール、あのウールっぽい断熱材ですね。本来はそれは、まあ、壁段でも床段でもまあ使えるんですけどね、まあ、一応防音、まあ、ウールなので防音はあまり効果望めないかなとは思いますけれども、まあ、とにかくこれ壁がここは薄いんですよね。隣が僕の部屋なので、今現在管理人部屋が完成しまして、そこで今、僕は住んでる形になります。で、まあ、ここはやっぱり外気温がやっぱ寒いのと屋根裏ですね、運がいいことに屋根裏の通気性が抜群すぎるんですよ。なので夏はクソ暑いし、まあ、冬はクソ寒いです、天井裏が。でその影響もあって、あのネズミもあんまり来ないですね。それなのである意味綺麗な家かなとは思いました。であとは通気性抜群なんで、基本的にあの家ってあの屋根裏腐ってるじゃないですか、特にカビが生えてたりで、それがないんですね。で逆に乾きすぎててちょっと張りがピシッといってたりっていうのはありました。 でもまあ全然築古にしてはコンディションめちゃくちゃいいですね。多分下手な新築一軒といい勝負でまだ立つと思います。まあ、ネックはあの床下なんですね。でまだ動画撮りきってないんですけど、カーポートの単管を立ててですね、屋根水から伝ってくる水をできるだけ、家から遠い場所へ落としていかないと、まあ、ちょっとやばいという家になっております。まあ、つかそういう仕様ですね。まあ、これまたどうかなって感じです。まあ、一番最初の物件にしては、 DIY 初心者の物件にしてはいいかなと思いきや、結構落とし穴があった感じですね。まあ、そんなこんなもありまして、3年目でオープン、仮のプレオープンできました。まあ、まだまだ募集もかけていきますんで、ちなみに1日利用は2000円です。Twitter の DM からよろしくお願いします。はい。まあ、普通宣伝ばっかりを喋ってますね。で、まあ、この DIY に戻りますが、ここはおこもり。まあ、外ごもり形式、外ごもりプレイスは主にドラえもんスタイルのカプセルホテルをイメージしていて、まあ、ここの対面の2段ベッドを除いて全部、ドラえもん形式です。あ、一部屋はちょっとまだベッド作り終えてないんで、そこはまだ普通の部屋ですね。はい。まあ一応こんな感じで DIY 頑張ってようやくオープンしましたんで、行ってもいいかなっていう人は内覧の DM 待ってます。ではでは。